この坪庭の説明をさせていただきますけれども、ここにあの中心になっているのがこの羅生の水鉢といいます。これ羅生というのはこれどういう意味かといいますと、世の中の森羅万象が全部入っていると。でこれはあの上から見ますと、平面的に見ますと相撲の土俵と一緒なんですね。四角に丸で、昔から天縁地方という考え方がありまして、天は丸である、地は四角である。でこれ天縁地方って言います。で、まあ、我々があの土地なんかそうですよね、全部四角に大体区切りますよね。それはあのそこから来てるみたいです。はい、じゃもう縁起物なんです。はい、であのよくあの世の中の森羅万象を分解すると、丸と三角と四角に分類できるって言われてます。でそれが全く入ってるんですね。一つはこの四角ですね。で丸で丸の穴で光の出るところが全部三角形に作ってあります。なるほど、はい、でこれ世の中の真の万象を全部分解しているということで、この羅生の水鉢っていう名前をつけました。命名はですね。でもう一つはその我々がこう水と火というものを相入れないものですよね、はい、それを一つの水鉢にしちゃったっていうのがあのこの水鉢の創作の発想なんですけども、でもう一つは昔から言われるように、その水の実、神の火、この火実ですね。もともとその水っていうのには神、あと火、日本の祭りなんかを言うとほとんどが水祭りと火祭りなんです。あ、そうですね、はい、だからこの水っていうのは風水学的に言うとですね、水と火というのはその全く西北の北側ですね、これが水を表します。で真南、火を表しますと、はい、いうことで、そのちょうど四五線ですね、ね、牛、虎、辰巳っていきまして、ねのとあれですね、あの五の四五ですね、四五のその真直線ですね、それが全くその神のラインなんです。でそれをあの全部あのデザインのコンセプトに入ってこれは作ってます。非常にあの縁起のいいっていうか、その世の中の森羅万象がこの中だっていうことと、もう一つはあのこの水が火と電気とですね、こう融合して、あの夜になると分かるんですけども、キラ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 、あのきらめきが、揺らぎが出ますね。でそれがまあ一つのこの水鉢の、あの特徴です。でこれはあの非常に今メンテナンスが水も使わないでポンプでやっておりますので、あの楽です。でポンプはだいたい3000時間使いますので、かなりの時間が使えるということで、水もまあ井戸を掘ってらっしゃる方は別ですけども、あの浄水を使ってもこの下に受けがある中の水だけで済むと、はい、でそれに補給をちょっとすればいいっていう形で、まあ私が長年やってきて、これをやっとこう開発した商品でございます。これは他にあの類がない、商品だと思うんですね。で一つこれ全体はですね、その羅生の水鉢を含んで、これ全部あの表にガーッとこう貼ってある石がですね、元は1個の石です。それをあのスライスしまして、それをばらしましたっていうと、多分1個の石が10万年ぐらい過ぎたらこういうふうにバラバラなんじゃないかなと、地殻の変動とか、でそういうその10万年ぐらい の, その時空を超えたっていうあのデザインコンセプトで、この庭はちょっとあの向こうの表の庭とは若干また違った、そのモダンなちょっとお庭に仕立ててみました。